ございます。カスミンです。私は今渋志港に来ております。なぜ渋志港に来ているかというと、そう、フェリーサンフラワーの船内イベントオースムフェアのスタッフをしておりました。ということで、ね、せっかくオースム半島に来ているので、フェリーサンフラワーの乗船券を見せるとお得なサービスを受けれる半券でお得を使って美味しいものをね食べようかなと思っております。オースミフェアも3日目を過ぎて、渋志上陸2日目でございます。1日目にね、渋志バーガーをいただいたので、今日は南オースミ町まで行っちゃいますよ。南オースミ町で何食べたかな、前佐田岬でソフトクリームでしょ。あとは諏訪神社の裏にあった葉っぱデリアでね、美味しいエビを食べました。エビ懐かしいな。今日も輝いてんな綺麗に掘り下げてます。いつもキラキラでお迎えありがとうございます。何ですか？これ田原川？田原川御田原金山であと17キロってことはあと25キロくらいあ、うわっ、めっちゃなんかカラス、めっちゃカラス、これ何、これめっちゃ怖いねんけど、何え、なんなんここ、悪魔でもおるだいぶ南の方に来たんじゃないでしょうか。あ、上川大滝公園行きましたね、ロケで佐々木さん、サオリンと。もうまるでナイアガラの滝のようなね、迫力のある滝でしたよ。あ、パノラマパーク西原台、私もお気に入りのスポットです。絶景スポット。道中の道もね、結構ワイルドな道が多いんですけれども、まあ、その登った先の景色がもうね、まさにパノラマ、大隅半島、薩摩半島をもう一望できる場所なんです。ということで、南大隅町来ました。ネッピーおったよ、ネッピー見た？看板が出てきました。かわいいね、あのイラスト見て見て。ねじめ温泉ねっぴー館、あと 300m です。ねっぴーは竜なの？竜？それともあの白い球体がねっぴーなの？うん、一旦停止して、え、到着しました、ねじめ温泉ねっぴーかー。さてさて、お腹が空いたぞねっぴー。到着、ねじめ温泉ねっぴーかーに到着しました。早速入ってみましょう。ドラゴンがお出迎えしてくれてます。じゃあ、ようこそねじめ温泉ねっぴーかー。ここで中に入ると、お、入って左手、南大隅町をはじめとした鹿児島県のねガイドブックがたくさん置いてくれてます。南大隅町の特産品ビワちゃんですね。他には鹿児島の黒豚カレーとか黒豚味噌、あとこれは最高せんべいですね。あとこちらはカンパチのビンタニ。ほうほう、なんか珍しいね、初めて見た。ではでは、私はお目当てのレストラン
こちらレストラン小川でランチをいただきます。では早速レッツゴー。ねじめ、結構、さらにはカンパチちゃう。あー、これも天ぷらついてて美味しそう。そして、注文するときにこれ、フェリーサンフラワーの半券を使うと、なんとね、レストランのメニュー 10% オフのサービスを受けれるんです。お得ですよね。じゃーん、今日のランチはこちら。天ぷらとねじめ黄金カンパチの刺身定食です。早速いただきます。これ見える？私の顔にピントが。あ、いけたいけたいけた。ほらプリプリですよ、絶対美味しそうな。裏切らへんな。うん、来た、エビ天。いただきます。おお、うん、サクサク、おいしい。うん、返してくる弾力感たまらんです。うん、あ、おいしい。ぜひ皆さんもねじめ温泉ネッピー館レストランまで来てください。